レジオネラは、レジオネラ属に属する細菌の総称であり、グラム陰性の肝菌、レジオネラ肺炎等多くのレジオネラ症を引き起こす死を含む、少なくとも46の種と70の血清型が知られている、通性細胞内寄生成菌である。1976年にアメリカ合衆国ペンシルベニア州、米国在京軍人会の大会が開かれた際、 参加者と周辺住民221人が原因不明の肺炎にかかり、一般の抗生剤治療を行ったが34人が死亡した。ウイルス、リケッチや等が原因の候補に挙げられたがそれらしいものは検出されず、新種のグラム陰性肝菌が患者の肺から多数分離された。発見された細菌は在庫軍人にちなんで、レジオネラヌーモフィラと名付けられた。 種形容語のヌーモフィラは本菌が肺に感染することから肺を好むを意味する。この集団感染事例は在京軍人会の大会会場近くの建物の冷却塔から飛散したエアロゾルに起因していたとされている。レジオネラ属菌は2から5メートルくらいの高気象グラム陰性の肝菌で1本以上の弁毛を持っている。 通常の細菌検査用培地では生育しないが、これは、グルコースなどの糖を利用できないことに起因する。このため培養の際にはレジオネラが、エネルギー源及び炭素源として利用できるシステインや、セリン、スレオニンなどの特定のアミノ酸を加える必要がある。特にシステインは必須である。脂肪酸により発育阻害を受けるためこれらを除去しなければならない。また、有機鉄も要求する。 培養条件は厳しく、pH が6.7から7.0でないと増殖せず、指摘温度は摂氏36度である。分裂周期は数時間で増殖には時間がかかり、バンコマイシン等の抗生物質を加えたの菌の生育を抑えて培養する。環境中では人工培地とは異なり幅広い環境で生育可能である。主に沼や河川などの水の中や、 土壌に存在している自然環境中の常在菌の一種としても知られる。レジオネラは通生細胞内寄生性であり、これらの場所ではアメーバなどの原生生物など他の生物の細胞内に寄生したり、藻類と共生しており、これによって様々な環境での生育が可能になっている。上記の人工培養条件下で必要とされる厳しい栄養要求は当然のことながら、 他の生物の細胞内では容易に得られるものである。水中でも長期間生存できる。人の生活する環境においても大量の水を貯めて利用する場所でレジオネラが繁殖する場合が知られている。特にレジオネラヌーモフィラは空調設備に用いる循環水や入浴施設においてよく見られ、しばしばこれらの水を利用する際に発生する微小な水滴を介して 人に感染する。レジオネラを含んだエアロゾルが人に吸入されると、レジオネラは肺胞に到達し、そこで肺胞のマクルファージに鈍色される。しかし、レジオネラは、通生細胞内寄生性であり、その殺菌機構を逃れて、マクルファージ内で増殖することが可能である。レジオネラはマクルファージに取り込まれる際にできる食法に、作用し、食法膜の性質を変化させて、 リソソームとの結合性を失わせるとともに、その変化した食法内で増殖する。LCV e は、素面小胞体と同様にリボソームが表面に結合した多重の膜構造を持つ小胞であり、この小胞を形成することでレジオネラは分解されることなく細胞内に感染することが可能だと考えられている。肺線イメ細胞で増殖する L ヌーモフィラ人工環境では、 レジオネラはしばしばアカントアメーバなどのアメーバ類に寄生していることが知られているが、この生活様式が衛生学上、レジオネラを除去しにくいことに関わっている。これらの自由生活アメーバは浴槽などの表面に形成されるバイオフィルムに付着して生活していることが多いため、循環式のろ過処理設備から逃れて増殖可能である。レジオネラ自身。 単独でもバイオフィルムの形成が可能である。またバイオフィルムの存在とアメーバの細胞内に寄生していることによってレジオネラに対して消毒薬が直接到達しにくい、ため消毒薬の効果が妨げられる。さらに自由生活アメーバの中には生育環境が悪化するとシストと呼ばれる耐久型の構造を形成するものがあり、 この状態では熱や消毒薬に対する抵抗性が増加するため内部のレジオネラが保護される形になって完全な除菌が難しくなるという問題が生じる。レジオネラは環境中に普通に存在する菌であり通常では感染症を引き起こすことは少ない。しかしながら感染しやすい環境に示すような環境下では特に高齢者等抵抗力の少ない人々にとって 主にレジオネラ属の一種、エルヌーモフィラが、人のレジオネラ感染症の原因になる。ありがとうございます。